まゆゆ。はい、皆さんこんにちは。おはようございます。あくんです。ゆゆです。はい、今日も車の中から、お届けしてるんですが、今日はですね、これからデイキャンプしようと思ってですね、車を今走らせてるところなんですけど、今日行く場所はどこですか？茨城県の常総市にあります、水海道あすなろの里デイキャンプ常総さんにお邪魔したいと思います。はい、ということで、まあ、僕ら初めて、動画で茨城初ですかね。初、なので、新しい県の旅になるんですけども、まあ、今日の目的も完全にキャンプです。まあ、いろんな観光スポットというよりは、キャンプをね楽しんでいこうということで、僕らね、キャンプ道具とか、もちろん持ってなかったんですけど、まあ、2人で住むようになったことがきっかけで、まあ、そういうのもどんどんやっていこうよっていう話になって、いろいろキャンプ道具、揃えたんですね。でようやく、全て揃ったので、じゃあ早速デイキャンからやってみようじゃないかということで、今回向かうという感じですね。はい、じゃあ行ってみましょう。行ってきます。もうすぐ茨城、川渡ったらじゃないかな。利根川。あ、よし。坂東市、茨城県突入。あ、それじゃないですか。あ、本当だ、それデイキャンプ上層。曲がりまして、あ、来たー、デイキャンプ上層。キャニオンエリア、砂利のところが車止めて、土のところにテントとかね。はい、じゃあリキャンプ上層到着しました。場所も決まりました、はい、場所も決まって、キャニオンサイトというところで、これからテント張っていきたいと思います。はい、じゃあ初めてだけど、初めてだからちょっとね、戸惑うかもしれないけど、まあ頑張ってみましょう。はい、頑張ります。じゃあやってきます。タープはこんな感じで立ちましたね。ひとまず机と椅子をね、こんな感じでセットしたんで、コンロ付きなんでね。コンロ付きだね。これでご飯が作れるよ。ちょっと休憩しよっか。ご飯作ろう。はい。
ご飯作っていいか。ご飯作ろっか、うん、2時間だもん、うん、お家で準備してきたんだ。今日はね、このカップヌードルを使って鍋します。うわ、じゃあまずは切った野菜入れて、野菜たっぷり、野菜たっぷり、水わかんないので適当に入れて、あ、着火、しばし待ち、よいしょ、もうちょっと待ってね、時間だい、お、はい、いきます、オープン、麺、で、最後にチャーシュー、名付けてなんて料理名なのか、カップヌードル鍋です。カップヌードル鍋食べよう、よし、うまい、うまいよね、カップヌードルだから味付けも間違いない、うん、まあ、間違いない、なんかやっぱ普段からこう都会にいたりとかさ、うん、そういうデジタル的な仕事とかさ、うんうん、してるとやっぱこういうとこ来ると癒されるというか、うん、日常から解放されてる感じが忙しい、うんうん、さてラーメン鍋がもうなくなるわけですが、うん、次の一品行っていいですか。え、まだあるの、うん、次作っていい、俺知らないんだけど、何用意したの。焼きおにぎり作っていいですか。うん、いいですか。焼きおにぎり、このスノーピークのホットサンドメーカー使ってちっちゃいおにぎり作ってきたんです。へえ。焼きます。やってみようか。油。いらっしゃい。油を伸ばして。開けてみます、はい、いい音してきた、よいしょ、オープン、あ、ちょっと焦げ目ついてきたよ、いいんじゃない、じゃあ醤油かけて、だし醤油、うん、さらに落としてかけて、プシューってして、反対にもつけるよ、めっちゃいい匂いする、よいしょ、おお、めっちゃいい匂いしてきたから開けていい、できた、うん、よし、いくよ、はい、いきます、うん、オープン、焼きおにめっちゃいい感じで焦げ目ついてるじゃん、食べよう、うん、はい、焼きおにぎりどうぞ、いただきます、いただきます、これはねえだろう、あ、いい感じに、
まあっつあつ、うん、焦げてるところカリカリ、うん、うま、完璧では。だし醤油がいい、うん、ロッチエリア。ロッチエリアもいいね。大人数でいいんじゃないかな。家族とか。では続いて。次あのフォレストエリア。フォレスト。森だね。焚き火した。焚き火してゆっくりしてる人が多い感じする。はい、というわけで今回はホッステイキャンプ動画をお届けいたしました。これから本格的にキャンプもやっていこうと思うので、今度はまた一泊したいキャンプしたい。そうだね、まあもう次の予定も決まってるので、うん、キャンプバタバタする我らを見ていただけたらと思います。この動画が面白かったなっていう方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。